すごいよ、特盛り顔ぐらいあるじゃんそれどういう比喩だかわかるんですけどね、顔ぐらいある。だからもう容器から溢れてるな。いやすごいですね、これ昨日えこれ昨日ロケしないでもよかったぐらい、これ生でいけたライブでさっきのとか映像って昨日だもんね。そうです、昨日あれ食って、うん、夜も肉食って今日の夜もこれを食ってると。そうですよね、もう肉だらけ、お昼魚だったのに。すごいよね、うん、すごい、ごちそうさまでした。おいしい、おいしい松屋でそんなに喜んでくれると。松屋さんね、これ初めて食べた、ポン酢合うんだ。へえ、もう近づかなくめっちゃいいね、いいねしてくれるんですけど手が大丈夫ですだからこれはあれですよ、僕と今健さんと僕が何も喋んないで黙ってたわけですよ、はい、そうですね。なんでただただ桜田さんが食べる、そう、その口を動かしてる音さえも拾っていただきたい、ね、いいいいいい、喋ってください本当にこれは11人に食べる量じゃないぞって言われました。でもそんな遠い目をしないでください、映ってないから誰にも伝わらないじゃないですか映ってないところで芸をやってますね、コーンさんさあ進んでおります。コーンさんが休憩してる、実況的なものはちゃんとやりますから大丈夫ですよ。本当ですか、はい。さあ 2, 食、2口目ですね、これね。3口目です。3口目もう3口言ったんだご覧ください、この嬉しそうな顔、これだよこれだよね、やっぱりね、これ何がこれなのか分かんないけど本当にこれだよね。ケンさん無理やりコメントしてくれてる、進むね全然食べれる、全然いける、そりゃそうですよ、1キロ食ってる人間ですからこの、うん、本当にお酌を。あんまりじゃあお一人で牛丼屋さんに入ったりとかしないんですね。じゃ あしなくなったかもしれない。このマイク、ミヤ君、これマイク、あ、このマイクです、はい、これマイク、いらないいらない近づけたそう、なんかキュウリとか音のいいやつにしましょう、咀嚼音、咀嚼音、家で、あ、音の重要だよね、それが流行ってるんですよ。だけどあれだよ、松屋の CM 来るかもしれないから頑張れよ。どうする、何か、いや、どうやって誰がどこで何見てるか分かんない、松屋の人が見てるかもしれない、まあそうだよ松屋の社長がもしかしたら見てて、あの子松屋を美味しく食べてくれるな、あの子にしようって言ってるかもしれない。 CM ってそういうもんで決まるもんですよね、分かんないですよね、僕は。だけどこのそれはゼロじゃない、何でも美味しく食べるよ、うん、だからちょっと俺お前お茶碗の方向をさ、そっちを常に、あ、こういうこと、難しい。そうすると松屋さんがちょっと喜ぶだろ、プロじゃないですか、見てたらね、うん、ロゴほら正面にしないよ、あ、こういうことか、ほらね、松屋さんがもしかしたらお前のコスチュームに松屋入れてくれるかもしれないんだよ、これすごくないですかお前のスーツの背中、お前のスーツの背中に松屋ってガチ入ってビンカーナやれって言ってもしかしたらでも話したり、はい、やりますよね、そういう話が来たらね、喜んでやりますよね。レッテルワンのとこじゃなくて、私に松屋、うん、お前の背中にガチ松屋とこの模様入れろ、すごいでしょ、可能性ありますよね、だってね、うん、分かんないですよね、これはね、うん、かんない、食べ物の仕事したり、あ、そうそう、食べ物をあんなに食べる仕事は、うん、あれが初めて、飛んじゃった、あれが初めてです、よかったっすね、あのね、昨日帰り際言ってたけど、うん、これで仕事いいんですかって言われましたね、本当に十分でございますっていうね、こちらは本当ですか、すごい、そこが深すぎてここまで来るやばい、特盛りにしちゃってからだろ、そう、特盛りだから、すごいね、でも、ま、救うだけでもう大根おろしが上の方まで来ちゃう、松屋のロゴが後ろ見てるぞ、いや、これはちょっとその味覚としての食レポをお願いしますよ、どうですか、はい、例えればどんな感じですか、牛丼にポン酢がかかってるこのまんまだねもうちょっとこうなんか比喩的表現みたいなのないわけですね、え、なんかでも合わないと思ったんですよ、初め、うん、牛丼のタレももうかかってる上に、うん、ポン酢をかけるからちょっとどうなるのかなと思ったんですけど、うん、あのすき焼きをちょっとさっぱり食べられるみたいな味です、はい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 、美味しい、美味しい、多分だからあのちょっと年取って油がダメになってきたからめっちゃちょうどいい、ギトギトが、ギトギトがちょっとね、あの好きな牛丼になりました、うん、やばい、明日松屋行こうって言ってる人がいるよ、ほら、え、これ本当においしいよでそうなってくるとあれだぞ、あの松屋さんの売り上げに貢献したってことで、もしかしたらお前は経済効果、これはそうだよ、うん、いや本当においしいの、そうだ、だってもしかしたら今月中に行かないと値上げするでしょ、多分これみんな特盛り食べれる、食べれる、さっぱりだから、うん、あみんな特盛り食べれる、
あ、でも奇跡的に今日松屋で大盛り食べた人いますよ。松屋の牛丼食べたい。大盛りの上ですかこれ、特盛り、うん、じゃあ大盛りの方より私は食べることになるんですね。松屋食レポって新しいなみんな知ってる味チェーン店の食レポってあんまない考えてみればね。ああそうですね。立花兄貴連れてってサイジリアの食レポやりたい。立花兄貴めちゃくちゃサイジリア好きなんだって、負けない。でもあいつガストだよね、バイトしてたの。あ、そうなんですか。あの、ガストもちょっとガストとサイジリア、そう、あいつ高校生でガストでバイトしてたんです。私サイジリアで自分的記録持ってるんですけど、一、はい、人で3,000円使うっていう。すごくないですか、サイジリアで食べ物だけで、あ、ドリンクバーだけ強い。そうだけどね、299円とか399円とか、サイゼリアは高いく食べるのが大変ですから。そう、はいはいはい、あの一品一品が弱いですもんね。え、それ何品ぐらい頼んだんですかその時。え、ちなみにもう決まってるんですけど、はい、ペペロンチーノを、うん、あの2倍ってできるんですね。へえ、それ大盛りのやつと、はい、若鶏のグリルを2枚、うん、ミラノ風ドリアを2個。何個ずつで、ほうれん草のソテーを2回ぐらい頼んだかな。じゃ、時間はかかってるんですよ、はいはい、1回でドーンって3,000円じゃなくて、何時間いただろう、5時間くらいって全部食べました。それは1種類ずつ1個ずつ頼むよりも同じものを2個食べたかったと。いや、好きなのが決まってるんです。今 のやつは絶対食べるんですよ、もう。で、小エビのサラダとか。あ、じゃあ好きなものは量がいっぱいでも全然飽きないんですね。飽きないです、飽きない。野球部の高校生かよ。今の時野球部の高校生もこんなに食わないよ、ほんとサイゼリアで3000円も。あとマックもめっちゃ食べる。マックは全部、どれぐらい。まあ普通セットだろ、まあ、ハンバーガーとポテトと L のセットで、はい、あポテト L でナゲット、あとバーガーもう一個と、うん、でベーコンポテトパイがあった時期はそれも食べてます食べてる方ですよね、やっぱり。うん、食べてる方だと。そうなんだ。でそんなん食べてて太ってなんかすげえ。それが羨ましいっすよね。毎食じゃないですからね、なくてもいいんですよ。1回に出てきたものが終わりって感じです。うーん、うーん、うーん、今度は神林さんにもお宅訪問の終わりでご飯をしたいなと思います。それは君はした方がいいよ。またなんか企んでるな。君はした方がいいよ。だって君ねえ、まあ君じゃないけどね、本当地図洗いばらまいたら本当だし、うん、メントスコーラやったのはアラハンドだよね。メントスコーラはやばかった、ね、見ましたよ。あの際出禁でしょ、出禁、ね、も完売して、すごいです ね、奥さんが寛大な方だった、本当に寛大を喪失しました。あれはだからあれですけどね、もう神林にご馳走しなきゃいけない、奥様にご馳走しなきゃいけないぐらいのあれですけどね、うんうん、本当に、だってもう俺家であんなことされたら本当にカメラぶっ壊して放送できなくしてやるってなりますよ、こっちはスイッチ入って。それは普通ですよね。どんな方法でもこれお蔵入りにしちゃうか、この野郎。乾杯式が普通じゃなかったんですよ、あれ。そうですよね、はいはい、本当にすごい。ある意味プロフェッショナルですよね。何も言わずにずっと料理してる奥さん見て、私絶対こんな奥さんになりたいと思って。ああ、まあいいでしょうね。うん、あら、理想の奥さんですよ、いや本当に。あんな理想の奥さんが神林さんと結婚したんですかね。本当に騙されてる。本当に本当にって言いましたね、今ね。だから、はい、騙されてるんじゃないですかね。騙されてる神林君に。まあ今も騙され中なんですね。そうなんですかね。ああ、じゃあ誰かが教えてあげなければいけない。そうですね。うん、助けてあげないと。助けてあげないといけない。奥様を神林のマルテから助けてあげないと。それを名目に次行くってことでしましょうね。じゃあ、そうですね。はい。奥様を助けよう。第3回があるという前提 で、ね、もう奥様を助けようっていうね。救助命令で呼びますから。いやけどこれで第3回が実現したら本当に奥さん寛大ですね、はい、あんな風になってももう1回やっていいっていうになるわけじゃないですか、はいはい、多分次行ったらもう翌日引っ越しですよいやいやもうあのだってもうあんだけ暴れるってことはもうこの次はその向こう側行くわけじゃないですか。だってあいつらシャワー浴びてびちゃびちゃ出てきたわけでしょ。だってもう大変だ、絶対自分家でされたらと思ったら無理です。人んちの風呂勝手に入るんですよ御社のプロレスラーは。どうなってるんですか一体。絶対嫌です、本当に。それは何やれってこと。私んちですか。ネタフリってことだよ。うちでやうちで絶対嫌だってことはやれってこと。あれアンドロがそんな芸人さんみたいなのしないですから私あそう、うん、いや来たら嫌だな。本当に私テレビが面白くなくなっても鍵開けないですもんだから本当に関係ないもんな、うん、そう俺もそう、もう俺もぶっ壊してるっつって、うん、あの引くぐらいぶん殴ってるいやあれはありえないな。あの人様家って何かをこう取ってくるとか何かを壊すってのは分かるけど、面だってお風呂に入るってのはちょっとああいう発想なかったね、すごいわ勝手に入るっていうのは、うん、
もうあれもうトンネルズなんだよな。トンネルズなんだ、うん、あれは。本当にそうだった。あ、僕が見てたバラエティーとかは、うん、あれだった。あの木梨憲武さんは、うん、勝手に壁紙にサイン書いたり、うん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 、ペレ入りましたって。でね、隙をついて誰かが風呂入ってて、やばいな。ね、いやそれは絶対あったよね。であの誰か勝手に寝ててとかね、布団に入っててとか、そういう、うんうん、勝手に寝室入ってたりとか、そういうのが怖い怖い。それはやられたくないですよね、うん、勝手に寝室入るのは ね。そういうのがあったんですからね。ずっと本当に映してますね。もう引きでいいですよ。え、どうですか。もうそろそろ食べ終わりますね。だってあれですよ、下手したら見てください、話聞きながら特盛を食べる女、言っとくけど私めっちゃ食べるの早いですからね。多分ケンさんと変わんない、まあ、あんま変わんない。下手したらだってこれだってね、もしかしたら30日使えますもんね。大事な素材。これも使うんですか。大事な素材ですよ。特盛を30日使うの。チェ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 。あれだ、松屋が来るかもしれないから。めっちゃ狙うじゃないですか。何が。河野さんが食べればいいんですよ、そしたら、ね、で女の子が食べた方が、あ、こんな女の子でも美味しく食べれるんだっていう、そのなんていうの、俺が松屋がっちりガガガって食ったって普通だもん。普通ですよね。そんなびっくりしないでしょ、うん、だけど女の子がわさっぱり食べれる美味しいって言ってくれたらね、うん、松屋さんだってそりゃあの経済効果ありますよ。もう男子じゃ全然経済効果ないですよ。そうですよね、当たり前にしか見えないですもん、はい、当たり前にしか見えないですもん。お前ら牛丼食っとけって言って、うん、俺松屋の CM 男性じゃなかったかな。だってもう俺らにしてみたら、なんだ生意気におろしなんかかけてとか言われるんだよ。こんなんかいられたらお前らなんかっていう言われるのかな。お前らはもうご飯に牛丼の具乗っけてずっと食べてればいいんだって、うんうん、卵だっていらないって言われて そんなに差別が。でも魚屋さんだったらね、あれポン酢だっつってあっさり食べてもらって同じ行為なのになんでこんなに受け取り方が変わってくるかってぐらいですよね、本当にね。どこにその差があるんだっていう。みんな人なのに。そう、でも本当に、ほら松屋さんよろしくお願いしますってみんな応援してくれてるもん。みんなが営業してくれてる。え、本当に食べ終わっちゃった。じゃあ、あ、完食いたしました。はい、完食いたしました。全然食べれる。はい、桜田さん、お味はいかがでしたか。めっちゃ美味しかったです。はい、ということですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松屋さん、よろしくお願いいたします。